おはようございます。今日めちゃめちゃ寒い。というか朝だから寒いの。今日寒いっすよね。今資源再生でゴミ出しに行ったんですよ。そしたら鬼寒いの。もう歩いてらんない。超走って行った。はい。そんな感じです。で今日話したいのはチートデーしたじゃないですか。一昨日。昨日よくんとねチートデーの翌日で 1.5 キロって言いました。 1.6 キロだったんですよ。厳密に言うと 1.6 キロ、体重が増えててむくみまくってて、そのもうそれが嫌すぎてめっちゃ11キロ走 11.5 キロみたいな走ったみたいなこと言ったじゃないですか。それでまあ今でもまだ組んでる状態ですけどみたいなところ話してましたけど、今日は、これはね、むくんでない状態です一応。これね、うん、まあこれがむくんでない状態、もうこれが限界。これ以上直したいんだけどね。はい。という感じが あるんですけど、そんな今むくんでない状態の話ですよ。昨日は 1.6 キロって言ったんですけど、その、今日は、リカバリーして、そっから 1.6 キロからマイナス 1.8 キロになりました。だから、めちゃめちゃ下がった。むしろ、チートデーする前より下がった。だからリカバリーしたのがね、2日間でリカバリーしたよという話ですね。うん。昨日、そう、練習と、走るのが 11. 何キロだから、あ、だから全部、あ、ごめんなさいね。全部で何キロカロリーなのかって言ったら、一昨日のチートデーは4000キロカロリー取りました。昨日は、1700キロカロリーぐらいかな。だから全部で5700ぐらいなんですよ。で、5700キロカロリーを半分にすると、2750キロカロリーです。1日だから俺だいたい2500から3000ぐらい取ったんですよ。ちょうどリカバリーした感じですね。はい。やっぱまあやっぱというか、やっぱまあ、うん、そうやってリカバリーすぐしたくなるような精神が働いちゃってるんですけど、まあチートデーしてかなりがっつりやった時って俺結構すぐ戻す感じになってます。リカバリーしたすぎるからむくみとか嫌だし、はい、セルフイメージ下がるし、今は今ね、これが限界です。これが限界ですけど、これが自分はまあ多少いいかなと。本当はもっとね、手術とかしてね、ここら辺をもう写真を直してとかなんかいろいろやりたいんですけど、この麻痺とかも取りたいしみたいな、それは取れないんだけど、はい。まあいいや、ちょっと余談で変な話しちゃった。チートデーの翌日は 1.6 キロ増えたけど、翌々日はリカバリーして、マイナス 1.8 だからね、逆に下がったみたいな話です。はい。なんか、リカバリーのことについて、どれぐらいに戻りましたかとか、むくみとかどんな感じになりましたかってよく聞かれるんで、これをお話ししました。そんな感じで今日は終わりたいと思います。今日はね、最後に、トラック、タクボッチっていうね、子がいるんですけど、スパーリング、最近なんか、した子でね、なんかその、喧嘩してみたみたいな、喧嘩じゃねえや、スパーリングしてみた不良の子なんかと、みたいな感じのやつで出てたタクボッチと繋がってトラックの撮影をさせてもらいに行きます。はい。終わりです。さよなら。